きチャンネル。ジョン。こんにちは。優勝するためにはあなたの活躍が必要ですということで、キーマン第5弾、はい、ソフトバンク DeNA 編です。はい。まあもうあれ DeNA、うん、バウアー、はい、来たね。うん、来ましたけど。で順位予想の時に、うん、バウアー来る前だから、うん、これ来てたら順位反映されてんちゃうかみたいな。うん、だけども、はい、バウアーね。はい。不安要素は、うん、なんか右肩の張りでコンディション不良って出てましたね。そもそも、うん、サイヤング賞すごいよ、はい、で、まあ、来たのもすごいよ、うん、投げんのかって話だから どれだけ真剣に来てんのかが問われるね、うん、で去年投げてないわけですよね。そうそうそう、2022年出場停止っていうのがあったから、うんうんうん、まあ、あまり試合とか出てなくて来てで肩の張りでしょ、はい、でまあコンディション作って、うん、まあ、交流戦ぐらいから行けたらちょうどいいのかなっていうのと、うん、まあ、もう一つがあのメジャーのトレード期限までにどっかと契約できたら買えるんちゃうかっていう。ああ、そういうこともありえるんですかね。多分だってもし俺がバウアーだったら、うん、もしメジャーからのオファーが来た場合は、うん、あの対談してそちらを優先しますっていう、うん、契約事項を俺だったら絶対入れるね、うん、はい、ってなった時に、いや途中でいなくなる可能性も否定できないわけよ。うん、でいきなりコンディション肩右肩張ってんでしょ、はい、で多分バウアーからするとじゃあ、まあ、多くのこと言えばさ、うん、じゃあアメリカ人が日本に来るっていうのの、うん、まあ、一つの要素は晩年でもうメジャーにチャンスがないと、うん、その中で日本からオファーが来たから給料もいいし、うん、じゃあ日本行こうかっていうビジネス的に来る選手がまず一つ、はい、でもう一つが若くて息のいいけどもまだメジャーには上がれそうにないと、うん、でも日本からいい条件のお話が来たと、うん、でそっからまあ逆輸入の形で、うん、じゃあ今だったらマイコラスとか、はい、ね、まあ、阪神のスワレスとかもそうかな、うん、っていうのとかだと思うのよ、うん、だからバリバリのメジャーリーガーが来て、うん、その全盛期で、はい、できたら大体なんやかんやですぐ帰るんだよね。ああ、まあ契約がどうなってるかにもよりますけどね。そうそう、だからどうなんやっていうところの、うん、俺にはもう違和感がすごいある、はい、まあそれもちろんずっといてね、うん、頑張ればいいけどもうすでに出足からちょっとコンディション不良でって絶対無理しないと思うんだよね、うん、本人はね、まあ、まだメジャーでできる年齢ですからね。そう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 、うん、だからそこら辺の不安要素あるから、うん、もうバウアーの情報は入れない、途中でいきなりいなくなるパターンも絶対あるからね、はい、その中で DeNA、はい、ね、宮崎、牧、うん、桑原、うん、この3人が3割打ったら優勝できると思う、はい、俺。お、宮崎選手、牧選手、桑原選手か、うん、3人が3割打ったら、はい、うん、もう佐野選手は3割普通に打つだろう、打つだろうと、うん、でまあ、宮崎持つと思うけどね、はい、で牧、桑原も3割打ったら俺優勝すると思う、うん、おでも横浜って3割打てるなんかあるなんか可能性がある選手めっちゃ多いですよね。そう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 、その中でプッてね、うん、安定して出てくれば、はい、そしたらだって1番からクリーンアップまでの安定的バッティングがあるからね、うん、そうですね、うん、であとはキャッチャーが1人のキャッチャーが100試合以上出たら優勝すると。おお、そこですか、うん、でその100試合以上出たバッターが打率2割5分打ってれば優勝すると思う、うん、はい、だから下位打線も安定するから、うん、ここだね、条件的には、うん、今年だったら伊藤光選手とか戸柱とかね、戸柱選手とか、うん、でピッチャーは今永、浜口、ガゼルマン、うん、今永、浜口、ガゼルマンで35勝、うん、35でいけますか。できれば、まあ、勝率の約半分勝てるからね、うん、3人で。そうですね、うん、で後ろはまあまあしっかりしてるからね、うん、もう先発だけだから、はい、問題は、まあ、そこにだからでプラス、うん、今永タイトルだね、はい、取れれば、うん、グッていくんちゃう、最多勝とか、うん、そこでバウアーがもし10勝以上したら優勝すると、うん、優勝しますね、うん、でもどこまで投げるのかなっていう話だけどね、そこがもう不安、うん、投げてるとこ見たことないしねまだ、うん、だからそこだね、うん、DeNA は革新的な戦力って感じじゃないわけですね。そうそう、でも先発投手陣が軒並み怪我でいなくなったらもう本当 A クラスもやばいと思う、うん、正直そうですね、うん、でソフトバンク、はい、ソフトバンクは下位の2割5分ホームラン10本、うん、おやっぱこれはいると下位打線、はい、下位打線も熱くなったら止めようないからね、うん、それとあの柳田と今宮元気に1年でもソフトバンクに関
ぱり怪我をしないっていうところが大きくなってくるわけですね。もう元気に、うん、もうノルマどんどん少なくなるからね、うん、元気に1年、はい、今宮と源田がでも離脱者どれだけ出さないかみたいな。そうそうそう、今宮と源田が長期間1軍からいなくならないこと、はい、もうぐらいちゃうそうですね、必要、野手は特に必要なの、うん、もう、うん、そしたらもう多分勝てると思うんだよ、まあ、近藤選手入ったからもうなんか、うん、そう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 一気に熱くなりますもんね、うん、ちょっと柳田と今宮はちょっといなくなった時の替えがちょっと効かなさすぎるから、うん、 そこら辺は、うん、この2人は元気に1年、はい、で下位の2割5分ホームラン10本、うん、はい、打ったらもう楽勝 で、うん、でピッチャーは藤井がタイトル、うん、はい、取ったらもう楽勝で優勝すると思う、うん、であとは坂東10勝、はい、坂東が10、だからこれどれか1ついければ優勝するんちゃう、バンドを10勝いって 100% 優勝すると思う。であとはモイネロとあのオスナ、はい、元気に一年元気に一年でもモイネロ年ちょっと遅れるんですよね、帰ってくる、ね、まあそれはなんか怪我じゃなくて、うん、あの代表で行ったからね、はい、あれだから、だからここがもうできればもう優勝ちゃう、うん、間違いなく、ね、ソフトバンクなんて。でもなんかあれですね、千賀投手というあの柱がいなくなったにもかかわらずそれでも大丈夫ってこう言えるソフトバンクすごいですね、うん、でも千賀も近年1年間ずっといたわけじゃないからね、いなくても受賞しますからね、途中抜けるからね、うん、だからそこをこの藤井がしっかりできれば、うん、あとあれだね、大関、はい、大関と坂東が2人で受賞ずつしたら優勝するな、うんうん、間違いなく。そうですね、うん、先発が東浜投手、石川投手、大関投手、坂東投手、藤井投手、うん、とか有原、武田、翔太、有原投手だ、そうだ、石川もいるし、そうだ、有原投手も取ってきたな、全然いるから、全然いるから、うん、だからもう元気に1年、はい、だったらこう優勝できるということね、うん、まあまあ、でもソフトバンクは、でもソフトバンク優勝予想してない人結構いたね、うん、何気に。そんないました？うん、日刊スポーツの評論家、うん、全国、はい、でも優勝予想してるのはソフトバンクかオリックスだけなのよ。で数で言うとソフトバンク優勝が日刊スポーツだとね、はい、広瀬さん、一枝さん、西本さん、大石さん、田村さん、中西さん、佐々木さん、小笠さん、尾形浩一さん、尾形浩一さん、あ、どっちも尾形浩一だった、広島の尾形浩一さんはオリックスか、うん、で浜田さん、新谷さんで、俺と鳥谷と岩田がソフトバンクで、あ、でもあれですね、オリックスとソフトバンク半々ぐらいですね、結構。あ、でもロッテが一人いる、権藤さん。本当だ、まあ、90% ぐらいは楽天、ロッテ、ハムが B クラスだね。そうですね、大体そこで分かれてますね、うん、もうだから A と B が超はっきりしてるな、うん、今年の予想は。でもまあ、元気に1年やればホークス優勝するっしょ、まあ、戦力的にはそうですね。モイネル投手遅れるとはオスナ投手も入ってますしね。そう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 、まあ、DeNA はまあそんな感じかな、うん、あとバウアーのがどうするのかだけ楽しみ、うん、いつ投げるのかね、そうですね、ずっといるのかね、うん、でも投げるってなったらやっぱそこは注目しますしね、楽しみですよね、うん、どんな途中でそうだね、っていう、うんうん、っていう感じです、はい、はい。